これ。九州の。オープニング厳重か、厳重かも。え、RPG 戦闘があるのか。やべえ、これ想像よりめんどくさそうだな。出るよりめんどくさそう。おもろいんか。これはなんかガンパレを作った、ガンパレ知ってます？ガンパレ熊本のアルファが作ったゲームのなんかプロデューサーが作った、プロデューサーだっけ、あの柴村さんプロデューサーなのか。おもろいんかな。いや俺もなんてか何をするゲームかすら俺分かってないんですよ。RPG なのかな、何ゲーなのかも。そうっす、式神の城とか、俺の屍を越えていけとか。会社はアルファじゃないらしいんですけど、それを柴村さんが作ったのかな。これ何ゲーなのか。この作品はフィクションでございます。喋っている私ももちろんフィクションでございます。実在する人物、地名、団体とは一切何の関係もございません。ではこのメッセージを見ているあなた様は、モリピーみたいな感じ。長いは無用でございます。そうですね、モリピーみたいな感じです。けがい、人の命を奪うもの、けがい。幻獣やろこれ、要するに頑張れで言う幻獣やろこれ。まだ大難世界とかなのかな。やめとけやめとけ。国生み、これ何、僕のこれエンドレスエイトってこと、エンドレスエイトってことこれ。これ何するゲームなんかもわからんわマジで。人類宇宙放棄より8月。ずっと前から怪我があった。怪我。音が。人類は負けてばっかりだ。人類は負けてばっかりだ。宇宙に希望を見出して。みんなコロニーに行っちゃって、それもダメ。ケガニコロニー的なやつ、どういうこと。何もかもに捨てられて、それで足原駅がダメ。これ何、これループ系なのかな。同じ顔を上げたら彼女がいて、今が夏だと急に意識した。こんな、これは何なのこれ。僕が希望を見つけるまでの物語。やべ、すげえめんどくさそうだなこれ。
すげえめんどくさそう。やっぱ格ゲーが一番シンプルでいいな。え、何今一瞬なんか映ったぞ。今思えばその人は僕と同じように緊張していたんだと思う。これちょっとオープニング長いな。やっぱおはようでいいのかな。まだ時差ボケある。そもそも日本語は通じる。あ、よかった。ニニ君だよね。いやきついかな。めんどくさいかな。ニニ君かどうかは最初に聞いた方が良かったのかな。まあいいか。こう見えて私も割と、8月1日大山の方からこの葉ちゃん私の父から聞いていると思いますが、私は大山この葉。この葉ちゃん見るとニニ君はいとこの子供で、辞書で調べたら重生、いとこを追いって言うんだって。ニニ君から見たら私は重宿母かな。こいつなんなん。難しいよね。まあ親戚ってことでいいんじゃないかな。同い年だしね。同い年でおばとかなんか嫌だし。それでね、ここは足原中津っていう町。宇宙と違って何もない。宇宙普通の古い。そう、みんな宇宙に行っちゃったって。地球にこいつらだけしかいないってこと。私もここに流されてから長い。流されて慣れればきっと大丈夫。はい、説明終わり。いや全然わからん。マジで何言ってるかわからん。ガンダムなコロニー地球に住めなくなった的なこと。石原中津は日本どころか世界でも一番被害が少ないところなの。まあそれ以外は特筆すべきことは何もないんだけどね。コロニーにみんな逃げちゃったってこと。ここが襲われない理由は不明。運がいいだけっていうのが定説みたい。ちょこマジオープニング長えなこれ。マジでもう俺すでに結構きついな。夕方坂道多いよ、ね、お一日終わるぞこれ。もう少しだから一日終わるけど大丈夫。学校とかまた転入とかあるんじゃないの。降りて半年くらい筋力トレーニングを受けさせられていたって話だけど、宇宙って本当に大変なの。宇宙から来たの。ちょマジ長そうこれ。はい、じゃーん。ここが木造、意味なく大きい、築82年、家賃、年数、周りの家も古そうだけど、築50年。古い神社だって都度建て替えられているんだよ。長えな。なんで建て替えるのかといえば、もう本質的にはなんだか時々息苦しく。その右上のこのなんか電信つなんなんや。ニニ君のおばあちゃんが使ってた部屋があるから、そこを使ってね。いやこれ長えな。どうかな。私はさすらうのが好きなのさ。ひろとか言ってたけど、あの人について深く考えた方が負け。ちょ長くね。マジ長くね。よし、じゃあお一日終わるんだが。なんと今日は奮発してお寿司の出前です。いやこれ長くなりそうだな。これなんなんやろ、マジで長え。捨てられただけで終わっていたら、それと
朝食を用意しておくか。明日は登校日じゃないけど。ほらやっぱ学校あるやろ。これやっぱガンパレと一緒やな。おやすみなさい。ガンパレだな完全に。ガンパレは確か1ヶ月なんだよな。これ8日ってこと？え、地球の重力、これにはいつまで経ってもなれない。今日はいろいろあった。僕に親戚がいたというのは驚きで、それが僕と寝よう。重力は人を怠け者にする。ループ8だからな。1週間を何回も繰り返すってこと？エンドレス8これ。重力を感じて目が覚めた。体が押し付けられている。朝食ができたと木の葉の声がする。それでダイニングキッチン。さすがに長えな、なんかするまでが。マジで気づかないくらいよく眠れた。偉い偉い。それはともかく昨日も登校日じゃないからそんなに身構えなくても大丈夫。ただ田舎でさあ食べ。おい長えぞこのゲーム。俺つらいもん。俺だってつらいよ。俺も今んとこつれえよ。ちょっとマジで、ね、なんかするまでが長いなこれ。一人で家に帰ってきた時困るでしょ。あと友達は連れてこないこと。家には家族だけ。なんでってミニ君は大丈夫そうだけど他の男の子の家に長いなオープニング。ガンパレより長い気がするけどね。私も友達を家に連れてきたりはしないからお願いね。長いよねこれ。学校はもう少しだよ頑張って。さすがにバツボタン今ずっと押してるだけなんだよな。4人。学校あり。でももう一人。けがいのせいだけでこうなったんじゃないの。私は手続きしてるから。国先生。国先生探して学校の中見。大丈夫。こも。探す。なんなのこれ。今んとこマジつれえな。来ましたね。探さんのかい。探す動作なし。国。国。なんだかまともそうな生徒が来て、この学校は変な。もう一人の大山さんは真面目でいい子です。それ以外の生徒が。ともかく、そういうわけですから。大山君には。お待たせ。はい、こんにちは。おはようじゃないんかい。おはようじゃないの。はい、国先生が書類をしっかり用意してくれていたので、あとはそれも大山さんの日頃の。ありがとうございます。え、はい、明日からはほっ。ちょ待って長い、マジで長いこれ。長いな。こんなもんか最近のゲーム。これで2日目終わり？成績のために頑張りな。素直じゃないというか。そうだ、夕飯の材。いや長いなこれ、マジで長えな。今日はミニ君が
食べられるメニューみたいでよかった。ドラクエ7ぐらい長いんじゃないこれ。ミニ君に人の話を聞かないで暴走するのは私の悪い癖だ。まあこれで大体の手続きは。せっかくの夏休みだしね。クニ先生は勉強も大事だけど、本当はそっか夏休みだよね。私の悪い癖でもいつでも頼っ。こうして2日目がおい、もう2日終わったぞ。僕の場合は落ちてきたという感じだ。ここで生きていくしかないんだ。長えな、もう20分経ってんだけど。3日、授業について。朝9時までにここの部室に行くと授業を受けることができます。ん？全体の移動先を選択してマップ間を移動できます。移動には体力と表示されている到着時間分の時間。ああ、はいはい。ええ学校にしか行けへんか。変な玉が浮いている。おう、チュートリアル、教室で授業を受ける。は？教室に向かえばいいってこと？意味が分からんのよな。いや、教室どこ？いやだから教室がわからんのって。マジふざけんなよ。どこやねん教室。いやどこ、3の A。 俺学年なんやねん。いや、わからんって、学年が。ちょ、待って。なんのなんなん、俺。いや、もうマジで意味がわからんのやけど。え、もう、教室どこなんだ、これ。あーもうマジ切れそう。あ、1の A なんや。いや知らんしね。授業をしますよ。私とそのまま先生が動かなくなった。なんというか。気をつけろ、この街は狙われている。みんなは何も気にしてないよ。本当なんだから。ベニ、気概が来てる。多分今頃誰かに取り付いて力を貯めて皆のものを戦う準備を。神々の加護を集め今こそよもつ平坂へ向。そう思っていたら男子生徒。え、普段は面倒見のいいいい子なんだけど、個性だ大丈夫だよ。え、地球はすごいところ。意味が分からんのやけど。
どういうこと？大山くんに続いて転校生が皆さん仲良くしてください。自己紹介を。わけあって名字を持ちません。いちかと申します。どうぞよしなら。いちかさんはご家庭の事情で秘密が多いので。はい。もう怖えな、なんか。この世で一番危ないのは。嫌味に聞こえるが、どういうことな？これ何するゲームなの、マジで。今は夏休みなのですが、授業は自由に。大山くんもなるべく。さらに言えば、社会地位が上がる。いや、これガンパレっぽいな。ちゃんと要は5日後攻めてくるから、それまでに鍛えるとかじゃないの？どういうこと？意味がわからんのよな。いや、なんもねえの。社会地位の能力に学力は気力の最大値に関わります。はあ、訓練。いや、マジガンパレだなこれ。鉄棒とか。ガンパレだなこれ完全に。こうマップでピッていけんのかな。すげえめんどくせえなこれ。これ令和に出すゲームか。大丈夫か。いや、これ頑張れやな。神社。神社ってどこ？いや、これガンパレだな完全に。今日内小さな場所。どこや？どこや？え、どこ？いや、どこや？マジで。奥。これ視点変わらんの？マジで意味が分からんのやけど。
や、ちょ、もうマジで意味がわからん。どこ？社って何？神聖な空気。いやだからそこどこなん？マジでイラってするな。え、どこ？あ、これ？は？あ、これ？お初にお目文字します。私、紳士のムササと申します。ムササ。様を大好きなとある神様が少し強くなりました。これなんなんこれ。マップの調べるじゃねえ。ここ提案。木の葉。いや、長えな。商店街。どこや。これで上げないかんってこと。いいね、いいね。商店街。体力と気力両方あるってこと。万年堂。どこや。これか。味のれんやろこれ。食事をした。金は？休む。一日終わったら寝るよね、確か。いや、これ頑張れだな、完全に。完全に頑張れ。これ同じやんけ。いや、実質どこやねん。引っ越してきた割にはなんか物多いな。いや、これ完全に頑張れだな。もう4日やぞ。もう来るんちゃう敵が。
いの準備。よもつ平坂の入り口を見つけた。でかしたぞ、人の子よ。さすがです、イニさん。何が？どんな手段を使ったのか。大山の怪我ではないにしても。言っておくが、私は敵ではないぞ。我々が下ろすならさておき、それだけここに認めているということだ。それとも大山は自分たちがその剣気の才がなければ。そなたは脅されておるぞ。殺しはしません。これだから大山は。もうどういうこと、意味がわからんな。ベニはついてくるよと。けがいに勝つために。何するの。頑張れよね、これ。完全に。え？ミラーワールド的な感じ？ミラーワールドやな。いやー、これちょっと長いね。チュートリアルがマジで長いわ。どういうこと？試練をクリアするって何？意味が分からん。だが何なん試練って。ちょマジでさ、何なのこれ。いやもう意味がわからん、マジで。試練って何なのよ。これ？何これ？土イカズチ。あ？あ？愛情友情剣を。意味がわからんのやけど。マジで意味がわからん。
全然意味が分からんねんけど。いい感じ。見えたぞ。先見と天眼。キャラクター中の言葉が見える。やべえ、もうめんどくせえ。どういうこと？意味が分からんな。このターンのキャラクターたちの言葉がいい。キャラクターたち。三つ。何ちゅう。感情の状態。感情の影響で強さ。いやもうちょマジで意味がわからん。いやマジで意味がわからん。どういうこと？ちょ多いなシステムが。どういうことなんかな。当たれ。負けません。分からんな。適当にもうこれでやっちゃっていいのかな。意味が分からん。愛情友情なんたらもうよく分からんな。意味が分からんな。こいついつ死ぬの。お、死んだ。レベルとかあんの？小石ケガイとの戦いに挑んでください。はっ、どういうこと？今のはケガイじゃないの？今のはケガイじゃないの？なんなのこれ。意味がわかんねえな。あ、弾をクリアする弾の個数があるってことなのか。意味がわからんな。マジでこのゲーム何なんだ。いやこれしんどいな。は？え？何？おお、でっかこれなんなんだよこれ。なんて？激震。え？は？え、めっちゃいるやん。いや、回復して。いや、回復して。ちょっと待って、めっちゃ。は？
めちゃめちゃ減ったんだけど。ククの地って何だいたい。いや意味がわからんな。これ回復せんでええの？これ死ぬんだけど。気をつけなきゃって。え、20？ ちょ、全然回復しないじゃん。え？いや、80しか、80くらって俺20しか回復しないんだろ。本当に意味が分からん。いや死ぬんだって俺マジで。80食らうんだよ俺。気をつけなきゃって何やねん。え、20しか回復し、これ死ぬんだけど、これマジで。何なのマジ。え、俺死ぬんじゃないこれ。大丈夫、死ぬよ。はこれ何なのこれマジで。これ何よ、負け。これ普通にこう負けるよね。イベントで負けイベントだよね、さすがに。80くらったもん。これ何回もループするってこと？意味が分かんない。なさい。目覚めなさい。大いなる父と母の争いをなだめ、足原中津国を平らげる。あなたにはその使命があるのです。誰に命じられたのでなく、それがあなたの。マジで意味が分からんな。で、またこれ1日からやるってこと？おはよう。で、いいのかな？また。8月1日に戻ります。状態を引き継がれます。これループするってことね。また8月1日からってことは、またミニ君もこの町に流されて終わり。まあこれで大体の手続きはできたから、明日からは自由行動かな。あいつを倒せばいいってこと？その8日のループを何回もしてっていうこと？こうして2日。いや2日終わるの早いんだよね。事実上これ3日から始まるゲームなんじゃないのこれ。目が覚めた。3日目ともなると少しは慣れたような気がする。だったね。大きな出来事の前兆はきっとある。普通は地震の次にまた地震なんだけど、それはそれとして、やることがないなら田舎だから
8月が終わるまでは自由にやるし、自由でね。え、そのボス、さっきのボスはそのパー誰やこいつ、誰右の誰、うわこ学校行きゃいいのとりあえず、通学路海岸、こ毎回これ出んの、こ毎回出んのこれ。うわあなんだこれ、お父さんは、ん、お父さん、お父さんってのはお前のことだよ、ま、困ったら意味がわからん、いやなんかガンパレっぽいな、でも確かにガンパレっぽさあるなこれ。誰誰いないか、あの宇宙コロニーから来たって人、まあどっちでもいいや、あんた年上、私は高子、若くに高子、よし今度から、授業受けるとりあえず、こういう自由系ガンパレっぽいさなんかめんどくせえな、今ガンパレやると結構きつそうだな、やっぱあなたが大山太一郎君です、いやこれもうループのためにこれこの会話せんすんのかな、マジで死ぬたびにこれ毎回この会話すんのかな、できるでしょう、一に勉強、二に勉強、誘惑に負けず、怪我にも負けず、1分1秒を惜しんで勉学に励みなさい、どうしました、先生の話を聞いていましたか、いつまでもそんなところに突っ立ってないで今すぐに勉強を始めなさい、説教しますよ、いやもうこの会話がもういらんのやけど、え、君が国際、いやマジで育った人間は骨が弱いとか筋力が弱いとか地上での生活ではいろいろと困ることもあるだろう、なんだこいつ、困ったことがあれば何か尋ねて、ああ忘れてた、僕の名前はスヒサナナチ、クソオタク、クソオタクかお前、マキナ、
もう名前が覚えられんな。なんやねん。先生がやってきた。授業をします。そのまま先生出た。またこれ毎回見んの。この街は狙われている。みんなは何も気に。気概が来てる。多分今頃誰かに取り付いて力を。これ毎回見んのこれ。このゲームえぐいな。普段はね、こさっき見たから。地球はさっき見たよこれ。このメガネ俺ちょっとなんか好きやな。メガネ、このメガネ。いやーこれ何するゲームなんだろうな。やっぱガンパレみたいな自由度が高くていろいろできるみたいな感じだと思うけど、こめんどくせえな。あ、ちょっと待って、メガネ、メガネ、お前だ。違うんだよ。俺はメガネ、メガネに、おメガネ。切れてる。切れてるやん。どうしたの？少しイラついた。いいわよ。え？ババ猿やんけ。やべえなこいつ。ちょ、メガネ、え、メガネなんでそんな冷たいの。メガネ、メガネ落とすか。じゃあちょっと、どういうこと。どうすればいいんだろう。体力とか上げなんかんのかな。猿はマジどうでもいいな。メガネを頑張ってあげるか。じゃあどうすっかな。何すればいいかマジわからんのよな。トイレとか入れないのか。これ奥何？行けないのか。何？いけないのか。学校はもう鉄棒しかやることねえの。生徒会室。お、なんだ今の。なんか青い紙いたぞ。なんか青い紙、青い髪いたぞさっき。鉄棒しかやることねえのこの学校。マジ。鉄棒しかねえのやること。
鉄棒しかやることないじゃん。あ、メガネ。おい、メガネ。メガネ帰るのか。どうしたの？これ何なんだろうな。一緒に歩こう。聞くだけ。え、ちょ、メガネ、メガネ。ゴブゴブ。梨寄りの梨。いけ。あ、メガネ。こいつ、こいつ強え。ダメだ。メガネきちいな。お、なんだこのおばさん。あ、こいつ、このおばさん会いに行くか。このババアなんだ。あ、ババアじゃねえ、ヤンキーだ。ヤンキーだった。はじめまして、まごまごくん。まごまごくん。そりゃもちろん君のことだよ。とにかくポヤヤン的なこと。君のことをまごまごくんと呼称。僕のことはそう。僕っ子？これ持ってんな。すげえ持ってんな。メガネを俺ちょっと攻略したいな。このカゴってどこやねん。やっぱカゴ、ここでさっきカゴ受けれたよな。あ、出た。またお会いし、もうあなた様を応援。それでは、やべ、自由度が高すぎて何すればいいか分からんな。ちょっとトイレ行ってきます。どうしようかな。メガネ、メガネいねえのか。メガネいねえな。他のキャラに会っとく。入れねえ。
紹介したっけか。日本でも3人しかいないらしい。母親は沙織って名前で、結婚したら、どんな事情？いや、おかしいやろこれ。この辺おかしいやろ、肛門で4人固まるって。これ何なの？でもこれ帰ったらいいの？え、くれないの？カゴ。青髪の兄ちゃんはどこ？え、青髪の兄ちゃんはどこ？青髪の兄ちゃんがいるはずなんだけど。え、ちょ、青髪の兄ちゃんどこ？こっち？え、ねえじゃん。ちょー、もう8時やぞ。君ら何してんの？奥かな。青髪の兄ちゃんがいないんだよな。こっちか。いや、海岸。意味が分からんな。え、終わり？あ、ちょ、あの兄ちゃんどこ？あ、これ訓練じゃない？これ訓練できるんじゃない？走り込み。あ、来た。兄ちゃんおる。なんか誰やお前。そう、マックス。君が例の転校生か。ああ、紹介が遅れたね。教師か。こうかしこまる必要はない。何してんのこんなとこで。うちのうち。マックス。え、これ何時までオッケー？これやっていいの？体力がなくなるか。何時までこれ遊べるんだ。あ、こっちから来たのか。え？こっちから来たのか。ってことはこっち海岸。これ何？これ加護受けれないの？ま、もう。お、めっちゃ上がる。それこっちは何でもねえのか。どうする？もう11時だ。帰って寝る？寝るかも。何時までこれ遊べんの？帰るか。こいつこんな時間まで何してんだよ。うわ、切れてる。ニニ君、私は自由を楽しむ。幸いこ。何時までに帰らないかんのこれ。
これまた戦うの？え？え？ちょ待って、もうこれ戦うん？で育ってる感じしないんだよね、マジで。これ加護受けれんじゃん。もうそれ。6時半早くね。6時半学校9時までにじゃないっけ。え、結構じゃいろんなとこ行けるってこと。世界の終わりまであと5日。ちょっとメガネだな。メガネ。お、どうしたメガネ。ありよりのあり。いいわよ。やった。オッケー。お、いいね。メガネついてこないな。メガネ笑ってるやん。すげえ笑ってるやん。メガネ。すげえ笑ってる。ちょ待って、俺はメガネに話しかけたいんだよ。おメガネ。ちょ、おメガネ。すげえ走ってくやん。メガネ。私には勉強し。あ、やばい。怖っ。まあまあいける。ワンチャン。あかん。なんでもないダメだ。ちょ、無地なメガネ。さっき笑ってたやん。授業受けるか。メガネちょっとイラついてるやん。これループするため毎回見ないかんのかな。自己紹介。分け打って名字を持ちません。一花と申します。どうぞよしな。一花と。はい。この世で一番あ同じセリフ同じセリフ。これ毎回聞くの。いや、ちょ、ステータスがなんか
どうなってんのかわからんな。ちょ、メガネ待て待て、メガネ何？いや切れてるやん、ちょっと分の悪い賭けワンチャン。いやー、あー、メガネ強えな、これどうすりゃいいんだ、上がんねえマジで。メガネ強すぎる。あかん、ダメだ、いける気がせんな。もう一回行く、もう一回来い。あ、来た、オッケーオッケー。ちょっとあんまやりすぎると切れるんかな。あ、一緒に歩こうだからついてきてんのか、こいつ。え、とりあえず鉄棒する？こんな？ステータスをどう上げればいいかとか分からんのよな。間違えた、押すボタン間違えた。ステータスがよう分からんのよな。技術、神通、合力、いや分からん、何あげればいいか分からんな。とりあえずカゴだけ受け取っか。え、え、こうやって他のやつやるとさ、うわめっちゃ上がるな、なんか。いやメガネやっぱ強いんじゃね。無理だな、メガネ。タコが割り込んできた。え、ガンパレっぽい。え、ちょ、タカコめっちゃ上がる。メガネひでえな。メガネむずいのか、もしかして。対戦って何も意味ないんだっけ。あ、意味ないのか。どうしよう、鉄棒体力上げた方がいいのかな。メガネどこや、商店街。あ、間違えた間違えた。あ、ダリ、この上が俺ちょっと気になったんだよね。上何？上神社なのかな。あ、行けんのかい。ちょっと待って、体力上げだけしとき、しとこう。もう筋トレめっちゃする、もう何回も夜まで、夜まで筋トレするか。もう一回筋トレしよう。でこれで下校の時間になって、メガネ、なしなしのなし。あ、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 くくくあ、もうダメだ、上がる気がせん、マジで。ここメガネダメだ、マ
ジで上がらねえ。ムササビ、ちょっと海岸でじゃあ筋トレして帰る。なんかどんくらいやっぱ分からんのよな。であと5日後でしょ。いいのか悪いのか分からんな。友情愛情剣、いやーメガネマジきちいな。帰るか。もうガンガン話しかけた方がいいんかな。分からん。これまた怒られるパターン。これ何時までに帰ればいいの？飯は夕ご飯ないの？夕ご飯ないの？取り付く相手を持ち始め、誰かに取り付くってこと？疾風二段。なんで？なんで？何疾風二段って。メガネと一緒に投稿しようかな。じゃあお、嘘、取り付いてんの？取り付いてない？こんなに苦しんでいたのに。ちょ、なにこれ。取り込まれた。うっそん、メガネ、俺がうざがらみしたからってこと？授業だけ受ける、とりあえずどうする？一人で勝てんのっていうか、戦えんのかな一人で。うわー、一人でやる感じ？メガネを助けに。実はあなた様、少しメガネを助けるか。じゃあにっちゃん、
やっぱそういううざがらみしたらあんな立ったんかな。行っていいの、一人誰か連れて行くとかじゃないのかな。おお、なんだこいつ。うわ、一人じゃん俺。うそ。お、強い。前より強くなってんじゃないかこれ。いた。疾風二段強くなってるぞ。この武器なんだ。え、変化なし。変化なし。そんなことある。どうすればいいんだ。ん？あれ出られるぞ。あ、そういうこと？うわ、三人いるやん。あ、間違えた。連打しちゃった。え、ちょっとね、友情と愛情の差がよく分かんない。まだだ。ちょっと待って、撃てないんじゃないこれ。撃てるこれ。ほら撃てない。回復、これで気力を回復する。疲れてきた。疲れてきた。これでどんくらい回復するの？あ、64。これ言う、この3つもようわからんしな。気力の回復はさ、戦闘外でできないの？変化なし。上がれや。あ、一個で開くのかな。合力。あなた少し強く。ちょ待って、気力回復できないのかな。気力回復できないのかな。これでもう開くな。
これなんかこれ何なんだろうな。これでもう開くんか。ニッチは大丈夫、メガネニッチちゃんは大丈夫なのか。まあこれどうせ回復するのか。よし、これでニッチちゃんを助けるんだ。仲間いねえけど大丈夫なのか。なんでなんだろう、なんで私だけが。めっちゃメンヘラやな。ミッチか、ニッチじゃねえ、ミッチだ。なんなのこの女、なんでそんなこと言ってんの、どうしたの。いや一緒、敵一緒。いや勝てんのこれ。いや読みにきカタカナ。マジうるせえ。くくのち、メンヘラ？メンヘラなのこれ。プラス効果強さ1だな。これ勝てんの？当たれ。勝てんのこれ。お、倒した？いや俺もわからん。あ、大丈夫？あ、全然じゃん。ちょ、もうカタカナが読みにくい、すごい。なんなのこれ。もちょっと気力を回復するか。筋トレの成果が出てるな、完全に。筋トレの成果が出てるな、これ。よし、殺す。愛情を打った方がいいのかな、わかんないな。いや変わらんな。え、35？ 結構効いたな。友情がいいかな、どっちがいいか分からんのよな。防御力アップ、マジ。うわー、ちょっと減らない。
メンヘラクソメガネを倒さないこれ。疲れてきたな。疲れてきた。これ疲れてきたのちょっと面白いな。もう一回疲れとく。これちょっともうちょっとサクサク打ってほしいな。鉄棒の成果が出てますよこれ完全に。鉄棒パワーが。お倒した。お、メガネ。これでメガネの好感度が上がるんじゃない。どういうこと？どう、何これ？どういうこと？え？どういうこと？え？しないよ、そんなこと。殺してもいいってこと？メガネ、これでメガネの好感度が上がるんじゃないか。おお、助けたぞ。どうやってる？めっちゃどうやってる。いや、あんま上がんねえ。あんま上がってなくない？勝利を携えて単身討伐。え、あ、これ1日終わんの？マジ？あ、1日終わった。え、じゃあ夕方にやったがよくない？いや、めっちゃ上がるな。メガネさ、全然上がんないじゃん。助けてもあんだけしか上がんないの、メガネ。マジで助けて。あれ、クソメガネマジでいねえし。クソメガネマジで助けて。あれ、助けてさ、全然上がらんのなくない？1日使って助けたのにさ、全然好感度上がんないよ。あれ？授業は？あ、まだ時間があるからってこと？もしかしてそういうこと？なんだこの、この不思議ちゃん。授業が始まらない。1の B とかある？あ、入れる。
うわうわ私私は一花とも袖すり、いやめっちゃ上がる推し、いや全然推してないよ、もう授業受けたいんだけど、え何時になったら授業受けれるのこれ、あ8時か、あれ人減ってない、メガネは、メガネいなくね、メガネいないじゃん、引きこもったか、メガネは、せっかく助けたのに、これから特に受験で、え、またもう、あなた、それな、何してんの、どうしようかな、あでもとりあえず筋トレした方がいい、間違えた、とりあえず筋トレするわ、営業中で店員おらんやん、筋トレが全てを解決するな、マジで。おお、びっくりした。例えば提案ってさ、どうやってすんだ、提案の仕方が分からんな、メガネいた、メガネ、俺が昨日助けたんだぞお前、なんかねえのか言うこと、おいメガネ仕方してんじゃねえ、私と話す、なんでそんなに優しそうに、はいや、ものすごく、おなんだ、いい感じなのか、いい感じじゃね、お、なんだ、ねえ、ん、天満天神は、ん、ねえねえ、どういうこと、どういうこと、勉学の過去、ねえねえ、いいわ、ねえ、なんかこのフラグが立ってる感じなのかな、またそう、学力すげえ上がった、ちょっと待って、メガネ、そう、いいかも、太一郎くん、な、え、ちょっと待って、俺、ニニなんだけど、太一郎くんって何、どういうこと、実は会話が噛み合わんな、なんか、あなたさ、少し強くなりました、
ちょっと悪くないわ。ねえねえ、な、太一郎くんって何？俺ニニなんだけど。ちょっと待って、意味がわからん。どういうこと？太一郎くんって何？意味がわからんのやけど。すげえ、あのいとこの愛情すげえな。太一郎くんって何ですか？意味がわからん。あ、メガネ、メガネいたよ今。メガネ。勉強しなきゃ。うわ、怒ってる。いいわよ。お、めっちゃ上がってない？さっきより上がってる気がするな。じゃあちょっと筋トレするか。またやば、鉄棒よ。全てを解決するのは。鉄棒よ、鉄棒。筋トレしろ。メガネ来い。メガネ。メガネどこや。あいつをどこまで行けるかやな。デートとかできると思うんだよね、多分。カンパレと同じなら。いた。うわ、怒ってる。勉強しろ勉強しろ、すげえ言うな。うわー、うわあ、上がらねえ。わらわと一緒に。なんでそんな。そう。ライター。いいに。陣地。時の。けがいがその間、人も何十もの。だから準備し、そう、会話がようわからんよね、やっぱこのガンパレと一緒で何言ってっかわかんねえんだよな。いやー、メガネもう一回大丈夫かな。なんか下がるかな、やっぱ。こうマックスってか、そう、他人の能力も上げないかんってこと、これ。わからん。これ全振りしたい感じあるけどね。同じやつを集中的にこう上げたいんだけど、なんかいまいち上げ方がわからん。こいつ神社で一人で何してんの？いや、めっちゃ、あ、メガネいない。あ、いねえ。
この賽銭箱すげえ気になるんだよな。ようわからん。え、この奥っていけないんだっけ？いけないのか。もうこれ帰るしかないかな。いいかも。いや、これね、話しかけて他人も強くしないといけないのか。え、世界の終わりまでこれ。いくつ釣ってたっけ。もう寝る、もう帰って5日やな。あと解除します。何これ、え、何意味がわからん。マジこれまた次来るの。8月7日。どうしよう。神社も夕方行くか。またなんか損するような一日。戦闘で一日終わるから。はっ。何も上がらんのかい。とりあえずまたメガネをストーキングするか。え、鉄棒にいる。うわ、怒ってる怒ってる怒ってる。オッケー、よし。ついてくるのはいいとしてさ、ミッチが仲間になったぞ。この状態、仲いい状態で他の女に話しかけるとやばいんじゃないか。とりあえず授業受けるか。この女も何か、いえ、この私は、はあれ変だよね。あ、そういう、こっちとあっちで名前2個あるのというか、私こそは猿もまたぐって噂の残念日。ちょっと何言ってるか分かんないっす。これ授業受けるか。この生徒、この
来るか来ないか適当なんやな。おいメガネ、どこ行くんだ。そんなにやる？まあ、太一郎くんが宇宙から来た。太一郎くんって何ですか？え？どういうこと？それは太一郎ってはず。私も本屋とかジンコとかミッチとか言われるから。それにしても、え、なんで太一郎つってんのこいつ、怖っ。何、どういうこと。え、なんでそう呼んでたの。え、めっちゃ上がった。カップル、俺はカップルと思ってるけど向こうは同志と思ってんの。え、俺はカップルって思ってるだけ。早いお前、俺はカップルって思ってるだけ。お、めちゃめちゃ、ほら、俺がカップルって思ってるだけだなこれ。向こうはどうして思ってるの。なんかズレがあるぞ。大丈夫か。とりあえず鉄棒だな。何言っとるか分からん。ちょっと待って、神社もうなんか敵がいんのかな。では提案をするっていうのはちょっとよく分かんなかったな。提案ってどうするんだろう。お、めっちゃ上がってる。愛情すごっ。今日引いたぞ。掃除をする。あ、掃除訓練あるんだ。今何が上がったんだ。え、何、あ、夕方か。聞いてくれないかい。イベント、ループすると1日終わるんちゃう、これ。1日か、もう1週終わるんちゃう。え、え、ループすんの。僕に取り付いたものを使えば、2年前、それでどうするんだい。そっか、怖っ。あ、これで終わらせようと思えば終わらせられるんだ。意味が分からんけど。
どういうことなんだろう。マジ終わらせた方がいい理由もよくわからんかな。いや、ようわからんな。ってか、これ次ループしたら俺の能力ってどうなんだろうな。下がっちゃうんだっけ。なんか上がりやすくなるみたいなの言ってたけど、ゼロに一回戻るんかな。この能力は一回戻るん。加護補正値、下がんのやだな。一回ループすると、うわ怒ってるやん。向こうがカップルになんねえな。なんかこう修行ポイント深いねえのか。あ、なんだこれ。お、ここにもあったのか。いえ、なんもねえや。ゲーム、そうなんだ。ここも訓練あるのか。この技術とかようわからんな。ちょ待って、ニッチちゃん、もう一回ラスト話しとく。怒ってる、怒ってる。怒らないで。あ、よかった。危な、友達。向こうはまだ友達なんだ。やろう、俺が思ってるだけ。まだ向こう友達じゃん。間違えた。何？オッケー。バカが。寝るか。ついてきてる。ついてきてる。怖っ。勉強しな。え？いやー、望みなし。あかんやんけ。いや、だってあなたがついてきてるから。俺じゃないよ、あなたがついてきてるんですよ。え、怖ね、姉ちゃん。え、何？あ、一緒に歩こうっつってたからか。あ、え、パーティー、あのパーティーの状態で提案ができるとかなのかな、もしかして。やべ、分かってねえな俺。提案分かってないな。なんか、これ何なの？これ何？この会話。うわ、来た。新しいの来た。ニッチちゃんを連れて神社行きたいな。そうなるとニッチちゃん、ニッチちゃんをパーティーに一回加えよう。
いない、ニッチちゃんいない。ニッチちゃんは？移動に時間かかるもんね。とりあえず授業受けるか。いや、8時になんないと受けれないのか。あ、勉強するあるな。あ、でも訓練しちゃったら授業受けれないのかな。もう受けれる？大丈夫？え、授業、授業は、授業は、え、授業なし。あ、授業なし。今日時間過ぎちゃった感じ。ニッチちゃんを連れて神社に行きたいんだけど。来た。何？いいわ。で、ペルソナツンキ。何ペルソナって。え、提案できるとか言ってなかった。おん、おん、まあ、いや、ちょっと神社行くか。じゃ、行くぞミッチ。今日は土曜日。ナウロ入れられるね。イライラ予想。プレステ5なんですけどね。あれ、あれ、あれ、ここで俺戦えると思ったんだけど、戦えないな。せっかく、せっかく俺このメガネを連れて戦闘しようと思ったのに。どういうことだ。ほら、これループここで終われるんだよな。でもこういうのは少しイラついた。でも感謝うまくいけ。でも大学に行きたいのか。親密。戦闘まだなのか。とりあえず筋トレするか。じゃあ、
めんどくせえなこの女。めっちゃ上がるやん。このベニもさ一緒に連れて戦えないのかな。合力聞いて。え、慣れ慣れしくしないで。そう、もう一回Kindle しよう。あと一人でも仲間にしたいね、そう言われると。どうすっかな。この黄色い女を仲間にするか。じゃマックス先生こちらを気づいていないよと。取り戻す、必ず取り戻す。あ、こいつが今取り憑かれてるんじゃ。死の口読みから。マックス先生、あんなまがいものではなく、マックス先生取り憑かれてる。来たー。よし、神社行こう。メガネと一緒に神社に行こう。メガネ、おい、ふざけんな、メガネ。おい一緒に行かないと意味ねえだろうがよ、バカが。何してんねん。おい、メガネ、どこや、メガネ。おい、ちょー目がね、ちょマジで急がないと。夕方、もう夕方やねん。クソメガネ、マジいきなり離れやがって。もう行くぞマジで。何してんねん。いい感じ。あ、提案がこれか。提案はもうやってるのか。で、OK。大事な。カップル来た。もう完全にもうこれは落としましたね。メガネ、行くぞメガネ、戦うぞ。何してん。二人なんで、なんで、なんで、何のために俺は育ててるんじゃ。どういうこと。意味が分からんのやけど。2人で戦えると思ったのに、どういうこと。はあ、結局単独なん。マジで意味が分からねえ。意味わからんくない。少しイラついたな。
やでもちょっと面白くなってきたわ。やっと最初ちょっとイライラしたけど、ちょっと面白くなってきたこのゲーム。どこや弾。うわなんだすげえ、なんだこれ、なんだ。地上の世界に帰還しますか。死ねえよ。どこ、あった。は、意味がわからん。どういうこと。え、ちょっと待って、弾が、弾どこ。あった、これか。てか体力めっちゃ減ってない？体力めちゃめちゃ減ってるやん。これ何なんだろう、見るって。あれ、あの電磁フィールド的なのがないんだけど、探さないかんってこと、もしかして。え、あの電磁フィールドはどこ。ちょっと待って、すげえめんどくせえ。どうしよう、マックス先生を倒さないかんのやないの。お、うわなんか青いぞ。強いのか、もしかして。大丈夫これ、ちょ待ってよ、客回復した方がいいんじゃない。気をつけなきゃな。これどんくらいからかな。5。ちょっと待って、でもね、かい、どうなんだろうな、これ。当たれ。気力が。気力がちょっとあれなんだよな。回復できなくなるような気力を。ちょっとこれまずいな。いや、メガネ連れてきたかったな。連れてこれないのかな。
その電磁フィールド、あ、あった、これか。ん？これじゃないのかな。え？意味がわからねえ。どういうこと？いや、やばい。意味がわかんねえ。ちょっと待って。とりあえず回復して。気をつけなきゃな。で、気力を。いや、ちょっと気力がないんだよな。まだだ。当たれ。これ、これ倒しても変化しねえの、イラつくな。え、ちょっと待って、もう12時になってるな。どうすればいいんだろう。障壁が何個いるの？あれ、さっきここにあったね。これか。これどうすればいいんだろう。意味が分からん。どうすればいいんだろう。もう帰るしかないのかな。あの障壁がどうしようもなかったんだよね。弾は今2つはゲットしてるから。あ、あった、これか。あ、ちげえな。あ、2個だ、これか。OK、 これでマックス先生やっつけて終わりか。あ、そっか、マック先生海岸でやったからか。そういうことね。もうラリってるやんけ。だからそのメガネをさ、なんで連れてこれんのかな。何のためにその好感度上げたわけじゃん。意味わかんない。何のために俺はメガネを頑張ってカップルまで持っていった。魚？魚？防御力である。今減った？どういうこと？くらえ。あ、減っちゃいる。
力なんて。追撃、うえ、105。当たれ。105。ちょ待って、105。いやいやいや、無理や、これ勝てねえ勝てねえわこれ。いや、ちょっと待って、勝てねえこれ、強すぎる。終わり。これどうなるの、負けたら。あ、世界終わった何なんだよこれ。でまたループするってことよね。え、これまた最初っから？おい、マジかこのゲーム。なんだこれ、意味がわからねえ。どういうこと？だ、メガネをさ、仲間に何のためじゃ交換であげたの？これまたメガネさ、交換であげないかんのかな？マジかこれ。おはよう。え、これ交換度どうなってるんや。ちょっと待って、え、これ俺あのメガネメガネさ、どうなってんだろう。もう交換のゼロから始まるのかな。この顔よ。こうして、え、ちょ待って、うーわ、リセットされてる。マジこれえ、リセットされてる。え、マジ。
すげえめんどくせえじゃん。え、これメガネに悲しかけたらどうなんだろう。なんか一気に上がるとかすんのかな。え、マジ？これまた最初から初見みたいな扱いすんじゃねえの？初見感出すよね、絶対。多分。また初見感出すよね、絶対。いや、話しかけられないんかい。はあ、すげえ頑張ってメガネと仲良くなったのに。何のためにじゃあでも仲良くなるんって話にならん。マジかよこれ。あ、来たメガネ。うわ。これ最初からな。はあ。もうこれ仲良くなる意味はなんなんやろう。じゃあ、いや俺せっかくあそこまで仲良くなったのにさ。こいつ太一郎ではあるんだ。いやもうこの回は俺何回聞くん。え、これ毎回聞く。え、ちょっと待って、これ実質ゲームオーバーってことなんかな。っていうことは、いつまでもそんなところに立ってないで今すぐに勉強を始めなさい。え、勉強しますよ。これまた最初からってことよね、多分。やば、このゲーム。いや、めんどくせえ。これまた俺聞かないかんの。頭おかしくなるぜ。え、実質俺しくってるってことか。じゃあ地上での生活ではいろいろと困ることもあるだろう。うぜえ。いやいや、先生がやってきた。で俺あのベニーの会話を結局するわけよね。またそのまほら、いやこれ3回目も見るの。どうしよっかな。じゃあもう一回メガネを頑張ってあげる。まあでもせっかくだから別のやつにするか。うわ、どうしよっかな。じゃあこいつが一応多分早いとは思うんだよな、仲良くなるの。いやーマジ、先生落とすか。じゃあ先生、
てか、その仲良くなって一緒に戦うとかじゃないの？何のために仲良くなるんだろう、じゃあ。意味が分からんな。最後の最終戦だけ一緒になれるのかな？一緒に戦えるってこと？もっかメガネをなあげてもなあ。ちょ待って、いやマジリセットされるんや、やば。どうしよう。じゃうーん、先生行くか。じゃあちょっと先生に狙いを定めます。であそこ帰れるってのはやっぱ勝てないと思ったらもう帰らないかんかったってこと。でも勝てるかどうかって分かんないもんね。先生を攻略するわ。じゃん、これでゴリゴリ上げて、メガネは結構大変だったんじゃないか、もしかして。俺が思うに。メガネ結構だるかった方なんじゃね。いやこれ毎回やっぱ毎回これ出るんやな。こうやって一回ループすると、これ全クリってなんなんや。最後の戦いに勝つとかな。全クリってマジで何。
え、怒ってる。いいですよの意味が分からんけど。バカなことをした。いやでもやっぱメガネは上げづらかったっぽいな。結構簡単に上がるな。ちょろいなこの先生。先生ちょろいぞ。え、ちょっと待って、この姉ちゃんさ、またループ OK ですよっていうのかな、もしかして。いや、この会話また最初からやるんや、やっぱ。そういうことか。うわー怖っ。危ね。帰るか。うわーマジか、これむず。死なずにいつかとりあえず耐えないかんのかな。ようわからんな。やっぱとりあえずラストのその戦いまで行かないとこれ意味ない気がするな。2人ぐらいじゃあ育てた方がいいのかな、最終の戦いまでに。とりあえず先生を1回、この世界の終わりまでに2人仲良くならなんのやな。いや、ま、この最初の会話絶対しないといけないのか。あ、先生。はい、いいですよ。意味が分からんけどな。あのヤンキーはなんかループで一回終わらせることができるのか。多分死なずに終わらせれるんやろうな。とりあえずじゃあ2人仲良くしてラストまで行ってみる。それが一応なんか、また転校。これなんダリー、これ毎回これやらないかんってことやろ。これやっぱ一回死んだらもうダメだな。
ベニと先生で行くじゃん。あげやすそうな。どうすっかな。あのいとこの姉ちゃんも早い気がするけど、ベニにするか。じゃあとりあえず先生を。メガネお前は用なしだ。メガネお前邪魔なんだよ。説教しますよ。ベニちゃん、ベニちゃんはいない。ちょっと先生、先生、あ、間違えた。まあいいよ先生。ちょっと先生、先生どこ行くん、どこ行くん。いやもう筋トレしよう。いやでも向こうは上がるけどこっち上がんねえな。あれ？こっちが上がらんな。やっぱ先生だからちょっと一線引いてる感じ？5しか上がんねえな。先生は俺のことカップルって思ってんの？怖えな。じゃあちょっとベニちゃんをと仲良くするか。じゃあベニと先生を仲良くして、ベニちゃん、いやこの会話マジでしないといけないのか。毎回初見は。この会話したんだよな。もでも倒すから仲良くなってくれ俺と。そもそも陣地時けがい、もうこの会話したんだよな。だはけ、イライラすんな。あれ提案になんねえな。あれ連続じゃっても意味ないのか。これ意味ないのかな。うわ
どうしよう。先生と仲良くなるかじゃん。先生鉄棒にいる。うわやばい。ちょ切れてる。危ねえ。ベニどこ、ベニ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 、ベニベニ、あれ提案ができないな。あれ提案できないな。提案できないっすね。ベニちゃん。提案がするまで、テラスさんはなんかやばそうだな。でも寝るか。何してん？いやもう5しか上がんねえな。帰るか。もう次戦闘なんかな。いやっぽいな。あメガネなんかな。次先生かメガネかどっちなんだ。メガネか、メガネか。わからんな。もう先生とはもう結構仲良くなってると思うんよね。先生いないな。あ、いた。先生足投げ。いいですよの意味がわからんねんな。
とりあえずベニーと仲良くならないかんのやけど。提案ができんな。あれ授業、授業8時わからない。おばあちゃん、この葉はマジで多分早そうだな。うん、もう先生はめっちゃあげたん。こいつも話しとく。それ。一花も早そうだな。授業まだ。8時待ちか授業。なんかねえのかな。マックス先生の今日。ベニー、ベニー、ベニー。 OK。提案になんねえ。お、うわ14しかないな向こう。うわ少な。え、ベニちゃんあげにくいのか。提案になんねえんだよな。なんか、え、ベニちゃんあげれないってこともしかして。手っ取り早くいちかちゃんか大山さんにするか。じゃあ、いや、ベニはやっぱ上がんねえんじゃねえ。どうすっかな。難しいこととか。うわほら、怒られたよ。なんでやねん。そしたら、まあ、先生はもう OK として、いちかちゃんにするじゃん。あれ、一かもダメなのか、もしかして。ようわからんな。メガネはなあ。あ、ん？
ちょっと待って、これ何？え、これ何？走り込み？何？鉄棒じゃない？え？筋トレ？はあ。自由の使い方？友達？いや、なんか提案がでんくなったな。なんか先生と仲良くなったからってこと？なんか提案が一切でんくなったな。マジで。提案が出ない。どういうことだ。ギスギスした空気。意味が分からんな。やべ、このゲーム分からなくなってきた。また。探せ言われたぞ。出てないよね。意味が分からんねんけど。積んでるやな。いや、わからんマジで。このゲーム意味がわからんマジ。提案が出る出ないもよくわかんないな。先生ともう仲良くなっちゃったからってこと。もう切れてるやん。ニニ君、私てか、まあぼちぼち、あ、え、何、え、なんやろ。誰、誰に取り付いた。今度あと3日まで来てるな俺。てか6時に起きる。ぼちぼちやめなんな。先生とはもう仲良くなったからな。あと一人ぐらいなんか仲良くなりたいんだけどね。っていうか他の部屋なんとか室って入れないのかな。入れんの。いや入れんの。ちょっと待って、やばい、8時になる。
あ、やべ、8時になる。危な。もう先生はいいんだけどね、マジで。あと一人なんか仲間にしたいんだけど。よいか。よいか。は？の？聞け。あれ、全然提案できん。説教し。うわ、なんか切れてる。待って、その神社かな。あれあれれれれれ、海岸、あれれれれれ、よくわからんな。結界はどうやって垂れてるんだろう。先生はもう分かったんやけど、いや意味が分からん。ちょっと待って、結界はどこなの？えちょっとマジで分からん。地下が上がったぞ。いや戦闘のやつはどうやって出るんやろうな。神社か。神社さっき行ったよな。結界はいつ出るん。いやわかんねえ。恋する乙女がなんたらかんたらっつってたけど、このままだとマジでさ、もう最終日になっちゃうよな。
世界の終わりまで。うわ、なんもなんねえ。どういうことだ。あら、はい。神社に行けばいいのかな。世界の終わりまであと3日って言ってるけど。え？あ、来た。やっと来たぞ。こいつだったんか。オッケーオッケー。ただこれ勝てるかどうかよな。こいつだったのか。クニさんは先生一緒に戦ってくれんのかな。うわ、ダメだ。やっぱ一人なんだ。でも死んだらまたあれよな。うわ、今度紫やな。あれ？もう一個もらえるの？とりあえず2個あるな。とりあえず2個ある。帰るっていう手もあるってことよな。あと1個どこだ？あ、あった。3個あるからもういいんじゃねえの？あれかな。ここじゃねえのか。壊れる障壁どこ。これじゃないよね。神社のとこかな。
ち俺んちよな、確か。友情が足りてない。ここじゃねえよな、多分。え、どこ。いや、これも違う気がするけどな。どこ？マジで。どこや？違うな。これ。なんだ。ここ俺こっち行けたのかっていうか。あった。これもいいんかな。一個でいいんかい。どうなんやろ、勝てるんかな。てかこれ普通の世界でもさ、こっち行けたんかな。ちょ待って、時間がやばい。あ、いた。ここ行けたんやな。勝てんのかこれ。なんか勝てない気がするけど、勝てんの。うわー強そう。イザナミ勝てるの。え、勝てんの。徐々に防御力だ。勝てんの。攻撃力だ、やばい。大丈夫。9、勝てるのこれ。これが痛みだ。あ、37、これ勝てそう。勝てるぞ。いけるいける、勝つる。41。当たれ。いやでも結構。麦を忘れるものか。
どうすっかな、まだいけるか。ゾウってやっていいんかな、わからんのよね。これが痛みだ。59。あと1回ぐらいいっとく。いやこれなんか選択肢があんまないな。これが痛みだ。強さに当たれ。ちょっと1回気力回復する。55。疲れてきたな。回復。気をつけなきゃな。105。こういうことある。54。いやでも結構どうすっかな、回復したがいいんかな、わからん。うわ70やばい。疲れてきた。気をつけなきゃな。ちょマジ死にたくない。本当に死にたくない。いや、やばい。気をつけなきゃな。これが痛みだ。いやー、ちょ待って。お願いします。うわ全然減らん。ちょ待ってやばい。強さ 3？ あそういうこと。え、ちょ待って、やばいかもしれん。76。当たれ。くしゃくな。あとちょっとなんだけどね。気をつけなきゃな。きついきつい。78。いやマジ死にたくない。これが痛みだ。80。お願い死んで。
あやばい。当たれ。はっ。ギリ。あぶねえ。倒した？あぶねえ。あぶねえ。危ねえ。ギリギリだったぞ。あぶねえ。すげえギリだった。変化なしてないんやね。あぶねえ。アハウ、殺すか。殺すのか。しかし、我は滅ばん。なんで。え、あとでも2日だよな。文字が見えんのやけど。真剣なく。いやー。試練。僕をお兄ちゃんと呼んでいた子が死んだ。手にかけておきながら、恐ろしいことに、え、今高子死んだの？え、高子終わり？ちょ待って、え、高子死んだ？え、高子死んだの？わからねえ、なんで死んだん？世界の終わりまであと5日。あれ？伸びてね？意味がわからんな。まあいや、ちょっとここで終わりますわ。高子死んだな。え、死んでる。意味が分からんのやけど。まあいいよ。お疲れ様でした。なんで死んだの？